はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、円卓高校ですね、やっていきたいと思います。まずは野手からやっていきます。で、円卓高校はちょっとシステムが複雑なので、まあ、イベントデッキ一応こんな感じで組んできましたけれども、そのエンタクルスのマスが出てからちょっとイベントデッキと見比べて、まあ最初なんでね、まあ、配信されてからもう2、3日経っちゃってるんですけれども、まあ、最初なんで、ちょっとシステム的なところをお話ししつつ、進めていきたいと思います。モード君は見ておきますか。モード君に関しては、まず得意練習は精神ですね、まあ、メンタルになってて、テーブルの方がやる気デッキになっているので、やる気効果アップ100に、精神ボーナス4がついてタッグが 70% で、45になりますと試合経験点ボーナスがついて、50になるとやる気効果150というところになります。でコツの方が、パワーヒッターを持ってて、あとはちょいちょい珍しい感じの、コツを持ってるかな。ささやき破りとかかく乱とかね、結構レアなコツを持ってたりします。で金徳の方が、ハゲタカが不確定で、もう一つが魔術師が確定になってます。これは選択肢で選んでいく感じですね。まあ、基本的には、まあ、魔術師を選んでいけばいいと思います。じゃあとりあえずそのエンタクルスが出てくる8月の3週まで進めていきますか。これは打撃だな。監督評価を上げつつ、他の人たちもだいぶ評価上げられるんで、円卓はね、なんか難しいよね。あ、今回、クネビアちゃん入れてます。まあ、これはせっかく手に入れたから入れてみましょうというところになってます。もう一回練習して、クネビアちゃん上げていきますか。ほい。まあ、せっかくだからね、クリスマスも見たいんで。クリスマスは体力下がるんだけどね。で、ここで。円卓用のエピックが出現しましたと。で同時にエンタクルスも出現して、であと練習レベルですね、これが、走塁と打撃が許可されたんですけれども、これは円卓の、固有の人たちを2人入れてるんで、練習が2つ許可されてますという感じで、こんな練習レベルになってます。で、まずその真ん中にあるエピックなんですけれども、12時、時計の12時を中心として、精神で一つ飛びで筋力で、敏捷、敏捷、技術、精神ってなってるんですけれども、ここのポイントがもらえるマスに関してはデッキにセットした人たちと連動してるという感じですね。基本的にはその得意練習に、連動してるんですけれども、彼女枠クネビアちゃんは精神になるのかな。で東条は、得意練習筋力なので筋力のマスが出てきます。で、鳴海に関しては変化球が得意練習になっているので、まあ、変化球打撃があるんですけれども、第1得意練習っていうの、メインとなる得意練習の方が反映されるので、この場合は、投手の場合はもちろん変化球なんですけれども、大体そういう変化球のポイントっていうのは野手の場合は、敏捷ポイントに変換されるので、敏捷マスですね。で、ギャネンドラに関しましては得意練習走塁打撃になってるじゃないですか。で、指導さんって打撃走塁じゃないですか。で、得意練習の種類は、打撃と走塁で同じなんですけれども、メインが違うので、ギャネンドラの場合はこの場合は敏捷ポイントが反映されるということになります。で、指導さんは打撃がメインになるので技術ポイントで、猛毒に関してはメンタルなんで精神ということになってて、これがさっきの、精神、これはクネビアちゃんかな。で、筋力が東条で、ナルミの敏捷を、ギャネンドラの敏捷を、指導さんの技術で、最後猛毒の精神というマスになってます。でこれは、入れたキャラによってで、反映されてくるものが違いますので、要は偏りすぎると偏った経験点しか取れなくなっちゃうんで、まあ、なるべくばらけさせて、全部の経験点が回収できるようにデッキを組むということが一つ必要になります。で今のは経験点のお話になって、あとはその練習レベルですね。で練習レベルに関しては、まあ、すげえ細かい話をすると、
まあウィキ見てくださいっていうところになるんですけども、簡単に言うとまず彼女キャラを1人入れましょうと。彼女キャラを入れないと練習レベルが下がっちゃうので、彼女キャラを1人入れましょうということと、同じ得意練習のキャラを3キャラ入れちゃうと、これもまた練習レベルが下がっちゃうので、そこもうまくばらけさせましょうということになってます。でまた2種類持っている、練習なんですけども、なるみに関しては、変化球と打撃で、なるみは投手と野手の、得意練習があるので、この場合は、野手で使っている場合は野手の打撃練習としてカウントされます。で経験点に関しては、変化球の敏捷ポイントなんですけれども、練習レベルの方のカウントとしては、野手で使われている打撃でカウントが入りますと。で同じ感じでギャネンドラも、走塁で、カウントが入って、シトウさんに関しては打撃で、カウントが入りますということになるの でそうすると、打撃レベルがちょっと高めになってるのかな。そうすると多分それで合ってると思う。でその増減に関しては本当複雑で、まあ、そこら辺はなんていうの、もう本当にウィキ見てくださいとしか言いようがないです。であとはエピックですね。エピックに関しては簡単に言うと探索です。探索すると、経験点がもらえたりするんですけれども、必要人数と調査可能人数がいるんで、練習をして、勧誘して調査可能人数を増やしていきましょうと。あと練習レベルのレベルのマス分だけ進んでいくので、進んだマスのところをゲットする感じですね。これは3マス進むんで、今12時の方向にいて1、2、3進むと、体力マイナスマスをゲットしますと。でレベルは3まであって、この場合、1時に当たる、コツゲットと2時に当たる、筋力マスを通過するんで、通過したマスについてはレベルが1上がりますというところになってます。結構長くなりましたけど、こんな感じですかね。これでも割とざっくりなんで、とりあえずやっていきましょう。クネビアちゃんレベルを上げたい、レベルじゃないや、評価を上げたい。で3人勧誘できるんで、ここはここで、レベル1だと基本的に5ポイントがもらえますと。でレベル2だと15で、レベル3だと25かな。だからなるべくレベルを上げて回収したいというのはあります。あとタックが組めるようになったら総取りについても一応1回見ておきますか。で体力下がっちゃうのか、寝よう。で3人でエピックが回収できつつか。クネビアちゃんの評価も上げたいんだけどな。ちょっとエピックを回収しますか。3人0人、じゃあこっちポイで、円卓固有キャラを入れてるんで、最初のエピックはこの西洋遺物が出てきますね。でクネビアちゃんもいるんで、要はね、勧誘を取るか評価を上げるかみたいな感じになってくるんですよ。でここもメンタルをしつつ、モード君の評価上げつつ、ただここ2人評価上げられんね。こっちにしよう。でここら辺のね、練習のねチョイスがなかなか難しいんですよね。これモード君にしよう。あ、しまった。クネビアちゃん評価上がったかな。 あとこのエピックの最初のやつってやるべきなのかな。街の清掃ちょっとわかんない。まずはこれやろう。街の清掃もやっとくか、2人だし。でコツで、コツが来たとしても、そのマス目によってはやっぱりコツをねスルーせざるを得ないっていうところがあったりするんですけど、 15% か。どうすかな。東条のコツは欲しいんだよな。やろう。ただ東条コツをくれるかって言われたら微妙だよね。でこれはね、止めないにすると一応体力が回復できる。ただ練習ができる体力かって言われるとちょっと厳しいね。メンタルやっとくか。じゃあ2人勧誘しつつ評価上げよう。いろんな人の評価を上げられる、かつ体力を回復できる。で登場で回復する。なるべくね練習をしたいんで、体力回復は重要ですね。怪我率ゼロか。であそこのエピックをね回収したいんで、レベル2の練習をしたい。そうするとモード君だけ、登場のコツは欲しいんだけど、
コツは欲しいんだけど、ちょっとエピックやりたいんで、モード君の評価上げつつ、ここはレベル2の練習をやりましょう。これでもう一個西洋異物が発生するんで、これでクネビアちゃんとモード君の回収ができたと。でこっちが、金徳、噂を利用するとハゲタカに進んで、対抗すると魔術師に進みますので一番下にしましょう。でピックを見て、人が足りないんでもう一人集めないといけない。メンタルいける？無理。ここが3人いけるか。ただあのエピックレベルを上げておきたいんだよな。どうする？悩むね。マジで悩むんですけど。寝る？わかんねえ、これこういう時わかんねえんだよ。寝よう。で担当を手に入れましたと。で担当はエンタクルスの技術経験点マスの効果がアップしますと。でついでに技術も手に入れられると。で人気者になって、でコツ取って1か。シドさん悪くないね。こっちも悪くないけど、エピックは回収できちゃうのか。2人勧誘しつつシドさんのコツを回収していきますか。でアベレージした OK。シドさんはアンダ製造機だからね。当庁高級室だか。そういえば寝れなかった。これで、こっちが派遣できるんで派遣しようかな。派遣人数もね結構重要なんだよね。であとコツに関しては、ランダムなので、なるべくしょぼいコツは抑えておきたいというのはありますね。というわけでコツを見に行くと、アベレジヒッターはまあ残しておくか。まず悪気打ち、代打、ヘッスラ、ホーム突入、ムードは取れない、ホーム刺繍、あとは盗塁アシスト、これでいこう。で、メンタル、レベル2になってるんでコツレベルは2で取れる。チャンスメーカー、この骸骨が取れると結構でかいんだよね。で2回目は勝手に進んでって、なぜか守備職人が取れるという結構美味しいイベント。指導さんか。いやここは通過しよう。指導さんのコツを取りつつ、ただ技術ポイント結構あるからアベレージヒッターは取っちゃうか。取れる？取れるね。よし、ここはじゃあ肩、あれ全然違った。いくつ？30取れたね、臨床ポイント。あ、守備職人、これはもう完全に回収しよう。さてなかなかまた難しいあれになってきてるけど、クネビアちゃんが出てこないんだけど、じゃあここは進めていきますか。勧誘しつつほいほいと。でなるみ、まあ普通に一番上にしよう、無難に。もう11月3週だからね、一応メンタルを見つつ、クネビアちゃんの評価がわからん、寝よう。で、なるみの金徳も進めて、で、冠って何？精神か。で、2種類ゲットすると、ちょっと経験点が手に入りますと。で、楽器を練習して、金徳を進めていって、で、タッグが出て、タッグはまず、マイナス系、やる気が減るやつと体力が減るやつ、これが、全経験点ゲットに、変わりますと。あと通過するマスについて全部総取りできるんで、なるべくレベルの高いものを総取りしたいんですけど、ここはまず登場のコツがある。でここはクネビアちゃんがまだ評価乗ってないっていうのがあるんで、こっちにしよう。もう11月だかな。クネビアちゃんの追加が発生してないから評価がなかなか上がんないんだよ。今どうなってる？足りてる？足りてねえわ。全然足りてねえんだけど、なんでこんなにも足りないっけ。もう一回やろう。まずクリスマスの可能性は捨てたくない。こっちかい。でこれはね、真ん中にすると結構体力が回復できるんだよね。やる気は下がるけど、一番上にしよう。60くらい回復できるから。
ちょっとミート上げとく？なんとなく D いくらに C にしとこう。なるみとかって何がミートとかが関係してきそうな気がするんだけど、でエピックは回収できんな。2で回収できんのかどうだろうな。通過させたい気もするけどな。総取りする必要あるかって言われたらちょっと分かんないけど、いいや、やっちゃおう。聖杯イベントは聖杯イベントで進めたいんだよね。超お宝探しと、あ、来た。これは何、聖杯のありかで、聖杯イベントも多分レベルが高い方が発生しやすいということらしいです。であと金徳イベントに関しては、聖杯遺物を2つ手に入れるごとに発生する可能性があるというところですね。で派遣人数が多分結構きついんで、そんなことないか。で聖杯のありか、これね、エンタクルスのレベルがアップするんで結構いいんですよね。でメッタ打ちのコツをつかみましょうと。筋力、わあ、これオール3がやっぱでかいよね。しかもなんていうの、宝石がついてるんで、これと3マス進みてえな。てかクネビアちゃん一応乗ってはいるか。これにしよう。ほい、これ2回目か。でなんだかんだで12月4週が来てしまった。まあいいや、クリスマスは見れなかったけど。でどうする、これね、レベル上げたいんだよね。ここで総取りするかって言われたら全部レベル1じゃないですか。でただ見た時に鳴海のコツもあるんですけど、それを捨てて要はこっちを選ぶかっていうこと。打撃の方がタックの確率は高いのか。肩はそもそもタックがいないからね。気分転換、これなんだっけ、わかんねえ。いや、なんか適当に選ぼう。じゃあ真ん中、あ、やった、体力回復した。からの一人初詣なんで、ここは体力を回復しよう。中吉でタックがない、タックがないから本当は3の精神は回収したいよね。3の精神は回収したいんで、監督評価とか全然上げてない気がするな。いや、ちょっと3の精神回収したいんで、ここはここを練習する。でレベルが上がっちゃったから今2がないんだよね。でここでエピックが完了して、エンタクルスのマスの全てのレベルが上がるんで、これがかなりでかい。でかつ聖杯探索のエピックが可能になって、聖杯を見つけに行くことができると。これが発生してくれると結構経験点の回収がね、はかどるんだよね。まあ、探索人数がそれなりに多いんでちょっとあれなんですけど、もうだからもう全部レベル2かレベル3になってると。あー、ここいいね、勧誘人数が多い、かつモード君のコツがある。こっちにしようか。練習か。最悪ちょっとねコツを捨てなきゃいけない可能性もあるんで、練習の具合でなるべくコツはね取れるときに取っておきたいんだよね。でクネビアちゃんで、あとコツレベル2が取れるからちょっと見よう。バントとかってどうなの、バント職人とかってあんのかな。チャンスメーカーも取っちゃいましょう。基本2でもう掴んじゃう。ムードも取る。で魔術師もちろん取る。あとは追い打ちもいいや、取っちゃおう。レベル1で、あといけそうなの、いけそうなのない。ではメンタルでいきますと。意外性、クネビアちゃんが来ないんですけど、告白が。これはいい料理を食べたい。よし、なんかいろいろ上がった。で筋力、まあ、基本2なんで総取りしちゃっていいかな。で意外性はさっき取ったから潰しておこう。意外性ホイト満塁男、
骸骨欲しいよな。でメッタ打ちをつかみましたと。片身打ちが欲しいんだよね。で下でいいや、下でいいやっていうか、これあれか、金徳か、だ下だよでレベルが高くなってくるとやっぱ総取りしたいんだよね。総取りしたい。ギャネンドラ全然ダメじゃん。しかもこれやるとさ体力が大幅に減るんだけど、じゃあメンタルにしとくっていう。ちょっと待ってね、その前に派遣できるの派遣しとこう。ほいで、ここでじゃあ派遣人数を増やそう。ほい、まあ、バレンタイン前なんだけれども、まあそれはしょうがないよね。オッケー、失敗しやがった。ここら辺でだから来てくんないと困るんだよ。監督評価でも上げとこうか。じゃあ1マスずつ進んで、ゲッ丸い男また来た。でこの1マスっていうのがね結構大事なんだよね。1マス進めるマスというのが貴重で。よし、これはここでいきましょう。回収しましょう。ほい、打開、丸い男潰してねえや。いいけど、よし、これで秘密が来たんで、要は聖杯を探して、かつ聖杯に関する秘密をね解き明かさないとトゥルーエンド的なのはできないということですね。さて聖杯はゲットしましたと。これがね出るか出ないかのね、そのあれがよく分かんない判定みたいなのが。でかつこれエンタクルスの秘密やって、またエンタクルスのレベルが上がるんで基本的には回収していこう。3で総取りもいいんだけど、ちょっとここは1で東条のコツがやっぱり欲しい。回復できるんでコツをくれ。よし、競争進化用パワー飛行格が欲しいんだよな。見に行く。誰？アーサー君。ホーム突入なんてくれんだ。もうコツは掴んじゃったけどね。よし、3、これは総取りでいきますか。監督評価も上げつつ、まあ、モード君のコツもいいんだけどね。まあ、3、2、2なんで一緒。ギャネンドラ、これは可憐、体力を回復、練習したい。総取りできるときに練習ができないとちょいと悲しいことになるんで、少し揃えていきますか。じゃあ一旦 D に揃えよう。肩とか足りる？今のところなんだ、精神はまあまああるのか。で筋力は若干不足気味。精神また取れるな。あ、東条ね、東条のコツ欲しいんだけどな。ただこれは回復もしつつ指導さんいるんでこれにしよう。いや、ただ精神回収できんな。っていうかさ、クネピアちゃん放っておくか。こっちがなんかどっちでもいいんだっけ。よし、またコツがある。よし、筋力、しかも登場、競争心はつかもう。つかめるものはつかんでおこう。満塁、安、逆境もつかんどこう。あとはいぶし銀が技術結構使うからね。あ、プレッシャーランつかんでなかった。長寿量性もう悪くないかな。ラッキーボーイは結構高いね。ラッキーボーイって意外に高いね。エピックどうなってんだっけ、今調査中だよね。よし、じゃあこれでいきましょう。工場頼む、まずはコツをくれ。西洋遺物練習、やる気は下がったけど、いや、これさっき発生したやつかこっちか、どっちかでいいんですよね。まあ、今回両方発生しましたけど。でデートはもう最悪まとめてやろう。
敏捷がだいぶ稼げんね。おい、コツもゲットできる。だ筋力が足りないのよ、筋力が。いぶし銀。あ、そうか、こっちか。さっきあれが終わったのか、エピックが終わったのか。で、やめちゃえばにして、これは選択肢が2回あるんだよね。まあ、どっちとも、上でいいんだけど、だから丸ボタン連打してればなんとかなる。エピックで、こっちもやるか。エンタクルスのレベルアップするんで、6月の4週でね、終わっちゃうんで、エピックイベント自体は。で、ここら辺もう2で回収しちゃっていいよね。いけるのはどんどん行こう。だからここら辺のね、エピックがね、はかどってくれれば、かなり経験点は伸ばせるんだけど、この聖杯関係が進まないとね、全然無理なんだよね。てか、余りまくってんな、精神が。精神だけ使うやつ。いぶし銀はもう取るか。長寿ラスやっぱ取る。いや、ちょっと待って、あれだ、競争心、競争心です。コツをつかんでしまったんだ。コツをつかむ前でよかったな。あれが取れなかったら、金徳が、上り竜が取れなかったから、最悪上り竜とか直取りでよかったかもしんないけど。で、ここはどうする、やる、うーん、デートしよう。だ6月の4週で終わるんで、7月にねデートまとめてやっちゃってもいいんだよね。あとこの子はカラデートがあるのかないのかよくわかんない。アーサーを回収しよう。で、ない、1マスか。ギャネン、まあ、やっとこう。ギャネンって何持ってんの。流し打ち、そんなの持ってんだ。で、剣、剣は、まとめ取りの時に獲得するマスの効果がアップします。マジで結構いいね。ってことはまとめ取りはなるべくレベルを上げたいよね。流し打ちタックが来てて、走塁でから精神異常なんだけど西洋遺物6番ショートか。まあ、ここはコンピューターに任せよう。で、なんか余ってっからちょっと呼吸でも上げとく。ちょ、 A まで上げとこう。チャンスも掴んじゃっていいかな。ちょっとね、どの経験点が多く稼げるか分かんなかったから、とりあえずその初期ステータスはまんべんなくにしたんですよね。そつなくこなすで。だ足りなくなるのは東条の筋力1人だけだから、パワーアピールでも良かったかもしれないしね。敏捷は2人入ってるから多分なんとかなりそう。さて、6月末でエピックが打ち切られるって、それまでに総取りをね、なるべくしておきたいはしておきたいんだけど、8人必要か、全然足らんわ。ちょっとこれメンタルで筋力稼げるからやっとこう。回復しながら回収しての、円卓の曲を作りの、よし、エピックを発動させの、単数が足りないと消えちゃうんで、そのまんま。これはでかいな、かなりでかいな。やろう。おお、ここは回復したい。よし、成功した。これでかいな、すげえいいとこで来てくれた。で、また総取りがいけんな。レベル2のエピックって期間足りるか。今のところ余ってるのはないよね。人自体は少ないか。まあいいや、取れるもん取ろう。よった、ハイボールヒッターが来た。
よし。で、背負い物。最後の方に背負い物来てもさ、微妙は微妙なんだよね。で、メンタルがいけるね。回復の総取りか。それは微妙だな。コツ3をゲットしちゃうか。6人。4ターン。あれ？ここもう消えちゃう？これも上げられそうでしょ。あとはやっぱ筋力足りねえわ。ちょ、高級室は取っちゃおう。筋力足りないっすね。パワーアピールにしてくればよかった。これはコツを取りに行く。コツを回収しに行きます。冷静、冷静結構高いんだよね。よし、盗塁か。で、これで体力下がるのか。この辺でね、タックが来てくれないとちょっと悲しい。とはいえ、とはいえ、あ、間に合わないわ、もう。どうする、これやっとく、暇だし。で、デート進めよう。おい、全然進んでないわ。で、2回目は回復しないんだよね。でね、どさくさに紛れると経験点は手に入るんだけどね。どうしようかな。紛れるか。体力下がるんだよね。これ何？盾。あ、コツが良くなるのか。で、アンダー製造機。よし、かなり掴んだ。で、タックが来ない。4進むと回復さんがいけるんだよね。回復さんがいけるんだけど、20何パーセントか。それはちょっときついよな。3回目まで進めとこう。これは？とにかく回復、よし、した。で、OK。総取りしつつ、これはいっぱいマスが進んだ方がいいよね。もう6月の3周だから、勧誘はもう気にしなくていい。とにかくマス目の回収。よし、めちゃくちゃ回復した。街の清掃。おいや、無理だ、無理。あともう無理だから。で、回収をメインにするか、コツを選ぶかって言われたら、パワーヒッターのコツやっぱ欲しいんだけどね。いや、でも回復さんも回収できるから、ほとんど体力は減らずに練習ができる。とはいえ、で、聖杯はシラベルト。もうちょっとめっちゃすっ飛ばしてるけど、速読してください。で、これが発生するのはまずもちろん聖杯を手に入れるということと、聖杯の秘密をちょっと聞いておくことですね。この2つをやるとこのイベントが発生する。で、イベントが発生しないと、なんだっけ、結局聖杯がよくわからないまま終わっちゃうっていう感じで、筋力が全然足りない。一回 C ずつにしとく。臨床もちょっともう上げられないか。ちょっとオール C にして、オール C にはなったけど、パワーヒッターがないんだよ。東条とモード君両方入れてパワーヒッターがないってどういうこと？ちょっと筋力欲しいな。こっちコツがあるんだけど、こっち。で、しかもさ、クネビアちゃんって一発逆転王じゃなかったっけ？あれ、すっげえ筋力使うよね。250くらい筋力使った気がするんだけど、足りねえわ。お待たせいたしました。ここからの全筋力をもう一発逆転王に集中させないと。あれ、俺先頭打者。マジでミートが高いからか。ホームランが打てん。ちょっと
何回回ってきてんだ、こいつジャイロボール持ってる。おお、よく抑えた。アーサー。さて、デートどこに行ったっけ。あと2回だよね。ちょっとやっとくか。あー、でこれね、成功失敗があってね、あんまり成功しないんだけど、成功すると無理だよね。パワーヒッターが手に入るっていうのはあるんだけど、あー、東条いるか、いてしまったか。かけよう最後、7月4週のデートに、まあ、まずはこいつらに勝てなきゃいけない。マントルはあれだよね、アプリの方ではサクセスが実装されるみたいですね。お待たせいたしました。そのマントルにちょっと勝たないと最後のデートができない。そうだそうだ、すぐ忘れる戦闘打者。いや別に覚えてたからといってどうってことないんだけど。投げました、ボール、まずは膝元、第2球投げました、打った、これは強烈。ナックルはね、意外に打ちやすい。ロックオン機能が効いてるんで、リードで迎える4回です。ある程度ね、合わせておけばホームランボールになる。エンタクリードで迎える6回です。ワンアウトランナー、球速が遅いからね、合わせやすいよ。よし、最後のデートしよう。今のところ筋力いくつだ。もう見ない、タックは見ない、男は振り返らないものだ。よし、一応クネビアちゃん一回強化されてて、アプリの方ではあの骸骨が手に入るんですよね、アプリ版だと。今ここはあの、そういうのないですけど、全体的な経験点とかも上がって多少使いやすくはなってる。チャンスは取っとこう。もうちょっと精神が異常に余ってるんで、熱帯打ちもそれなりに筋力使うね、ヒートアップもそれなりに筋力使うね。一発逆転も251か、はい取る。でヒートアップも精神使うやつだから取る。よし OK、 筋力が足りない。シドウさん、シドウさんやっぱね、通常バージョンだとちょっと火力不足だよね。ほいっと、お待たせいたしました。1点取られてる。攻撃に入ります。俺パワー C しかないんだよ。まずは見送りました。投げました。高めを投げてくれ。高級質だ。第3球を低め。見送ってボール。第4球を投げた。おい。これだっていう時にさ、失投してくるよね。こいつの先頭打者本塁打率が高すぎるな。ノーアウトランナー1塁という場面で小南ボール。試合開始と同時にほぼ1点奪われる。あそこのチームは要注意だ。1点失点は、1点ビハインドから始まるのはしょうがない的な。うちも1点取られてるけどさ、1回に。ダンスロットに変わってる。ランスロットは何で出てくるかね。円卓が実装されたってことは、まあいつか円卓サクチャレが始まるはずなんで、そこで来るかね。いや打撃よく来るな、ギャネットラ。いやちょっと経験点に走るか、初回だし。ミートが S とかにできそうだけどな。めった打ち取っとくか。あとなんだっけ、取ったっけ。あ、取ったね。守備力でも上げとくか。敏将
技術精神はそれなりにあるんで。お待たせいたしました。でパワーはもうこれ C 止まりだな。でもし筋力があるんだったらそれは肩に振ろう。ノーアウトランナー1塁という場面で小見波スライダーはストレートショートなんで、やっぱり肩と守備力はそれなりに欲しい。まあ、試合で使うかって言われたらそこまでの選手には多分育たないとは思うんだけど、やっぱりねショートを作る上ではそういう基礎能力もこだわっていきたい。リードで迎える荒れ玉か。バッターは小南。さっき荒れてたかな。初球を打ったレフトバック越えた。取られるかと思ったけど。小南。エンタクリードで迎える5回です。2アウトランナー1塁という当たる。当たんない。あれ当たんなかったか。第2球投げました。打ったこれはいい当たりだ。もう1本したい。もう1本。この回のちょっとでも今日2段目の経験値を稼ぎたいと思ったら無理だった。さて最後の練習、筋力くれ登場。いない。指導さん、スカウトさん、こっちにしよう。闇のそこで聖杯の秘密を解き明かすとエビルになって、それ以外だとどこだっけ、バンプで守備を上げますと A にしよう。いけるっしょ。肩も B にできんだ。であとはちょっと特能に振るか、その最後の余った経験点で。でシステム的にはねエビルの方が分かりやすいよね。さあ先制のチャンスを迎えました。え、こいつ何負け運なんてついてんの。知らなかった。金縛り持ってんだ。金縛りとかさ俺に対しては無意味じゃね。超チェンジアップ。いやブンブン振っていく。金縛りだろうとなんだろうとそんなものは無意味だ。お前のその負け運。そうか、こいつ負け運か。知らなかったな。アプリってさその表記の都合上特能が出てこないんですよね。こういう風に今日2打席連続でホームランを放っている小見浪。エビルアイに送ってボール。まずは外角高め投げた。ボール。逃げ球はねコツ取れるから知ってたけどさ、エビルアイ空振り。これ なんて言ってたエビルアイって言ってた。投げた。打ちました。ヒットになります。小見浪ナイス。よしかった。負け運やろうめ。まあ、一応これでちょっとお話的なものが進むんですけど、エクスカリバーってかね、シュラみたいなエクスカリバーかね、セイントセイヤの。そんなことはどうでもいいような感じで話は進んでるけど、あそう経験点がねなんかちょっと高いんですよね、エピローグの。それでもなちょっと使いづらさはあるよね。よし9000超えた。まあ結構ね聖杯関係のエピックが出てくれたんで経験点は伸びたんですけど、これ多分出ないとねあんま伸びないんだよね。パワーヒッターと広角打法両方ないんだよな。バントはせっかくだからもらっておこう。直撮りしたいけどな、直撮りしたいんだけどな。並みが失敗したのもちょっと痛いな。訂正せっかくだから撮ろう。でじゃあちょっと守備は S にしとくか。でやっぱりじゃあショートだからここだね。で
技術がまああるっちゃあるから、広角打法はつけておくか。あと精神が異常に余ってるから、まあ、敏捷ポイントもあるんで補給 S にしとく。てか100にしとく、ポイントの使い方的に。よし OK で、あとは見つつ、ほい、バント職人にはいらないな。初球、高速チャージ、ショートに高速チャージはいらないよね。ラッキーボーイ、これでいいんじゃん。結構いい感じでさばけてると思うんだけど。よし、いいね。ポイントのさばき方としては悪くない、というような感じですね。もうちょっと多分詰めることが、できると思うので、デッキの編成だよね。これがね、なかなかね、頭を悩まされる。その経験点的なものと、練習レベル的なものと、もちろん得意練習2つあった方が総取りがやりやすいんでいいんですけど、じゃあ経験点のバランスとかをね、考えないといけないんで、デッキを考えるのがちょっとかなり難しいと、思いますけれども、まあいろいろ試してみて、もうちょっとね、強い選手が作れるようになっていければと思います。まあそんな感じで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。